時間もありました。この後延長12回の裏、熊本工業の攻撃は6番のキャッチャー青山から始まります。この回も無得点に終わりますと延長13回からはタイブレークが取られる形になります。6番キャッチャー青山が右のバッターボックス、銀色のバットを構えます。レフトがまた少し右側、センターも右側にいます。第1球投げました。外から内側に切り込んでくる変化球、ボールです。延長12回の裏、2対2の同点、熊本工業の攻撃。6番キャッチャー青山に対して第2球を投げました。バントの構え引きました。ストライクです。ワンボールワンストライクです。相手を揺さぼろうとする6番の青山。延長12回の裏、2対2の同点です。第3球を投げました。ストレートアウト、スライダーアウトコース高めの球、ボールで2ボール。またね、青山君はキャッチャーですからね、はい、なんとかピッチャーを助けようと思ってね、今気持ちすごく集中してると思いますね。第4球投げました。ストレート打ちました。バックネットの右側越えて内野スタンドにボールが行きます。ファールで2ボール2ストライクです。延長12回の裏、2対2の同点。先頭のバッター6番キャッチャー青山が右のバッターボックス、銀色のバット。対する山梨学院は先発ピッチャー、ここまで1人で投げ抜いて失点間に、許したヒットは7本です。2ボール2ストライクになりました。投球数138、かなりの球数になっています。ピッチャーランナーいなくてもセットポジション。第5球をサウスポーの相澤が投げました。インコース低め打ちました。いい当たりだ。レフトの左側にボールが行く。風は右から左、どうだ、落ちるか。レフト左に寄りながらボールを取りました。ランニングキャッチ、ワンアウト。延長12回の裏、熊本工業の攻撃、2対2の同点です。レフトのフェアゾーンでのフライとなりました。あらかじめ右に守っていたんですが、かなり逆の方をボールが飛んでいきました。バッター7番ファースト山内が右のバッターボックスです。今日ヒットはまだありません。延長12回の裏です。相澤君も、ね、苦しいでしょうね。第1球を投げました。ストレート打ちました。初球打ち、いい当たり。センターがバックする、センターがバックする、センターはバックする。見送ってどうだ、あー入った。延長12回裏、サヨナラホームラン。7番の山口、ゆっくりと三塁ベースを返って、そして下を向きながら今ホームベースを踏みました。3対2、熊本工業がサヨナラホームランで試合を制しました。本大会初めてのサヨナラ試合となります。一塁側大きく盛り上がる熊本工業のアルプス、大きく伸びた打球がセンター後方へと飛んできました。山梨学院の選手たち、入った瞬間が綾野選手、そして内野選手も多くが膝をつきました。今それぞれの選手に声をかけられながら一列へと並びに行きます。の第2試合、熊本工業と山梨学院の試合は延長12回の裏、熊本工業がサヨナラホームランで3対2試合を制しました。